はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書の4編の力試しの解説やっていきます。なので、まあ、そのねページを開いてもらって確認してもらいながらぜひね聞いてみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番はあのね参考書には書いてありますけど、6個あからかまで式が書いてあると。で、その中でこれに、まあ、該当するものを選んでいくんですが、まず1つ目、原点を通るものです。1番ね、原点を通るもので、これをやっていく前に今この比例と反比例っていうのを勉強してますけど、これのグラフの形をちょっと思い出してもらいます。で、簡単に書くと、これ消しちゃうけどね、ちょうど名前も書いてあるからこっち行こうか。比例っていうのは特徴として必ず原点通ります。で、右上がりにこうなったり、右下がり、まあ、こうなったりありますけど、絶対に原点を通るんだよね。で、反比例っていうのは、まあ、こっちにもありますけど、こういうカーブのセット、もしくはこっちのカーブのセット、まあ、2つセットだね、必ずね。これが反比例になる。で、反比例は見てわかるように原点は通らないんです。だから、これ原点を通るものって言われた時点で、あ、比例なんだねって思ってほしいの。比例を選べばいいんだねって。だから今回あからかをチェックしていくと、比例っていうのは y イコール ax ですよね。で、反比例っていうのは y イコール x 分の a、 これがね反比例になっているので、で、y イコール ax、 この形になっているのは、あ、まず y イコール 5x で、イも y イコール -5x で、うも y イコール2分の 1x、 これ比例だからね、2分の 1x で、えは y イコール -x 分の5、 x が分母に来てるから反比例で、おも x 分の2、 x が分母に来てるから反比例で、かは y イコール 3x になってるんで、こっち比例の仲間になると。だから答え選ぶとすると、あと、いと、うと、あと、かか、それかだね、この4つが答えになります。これは原点通るものね。で、次が、点2の1、まあ、2、1を通るもので、これすごく大事な問題になっていて、今こう比例反比例やってるでしょ。で、これがね2年生になると1次関数っていう勉強に変わって、3年生になると2次関数っていう勉強に変わる、まあ、2年生3年生でどんどん勉強変わっていって、ちょっと難しくなっていくんですけど、でも全部の勉強に共通してることが、その点を通るっていうのは代入して OK なんだよって意味なんです。代入して OK で、今回の場合は例えばあがさ y イコール 5x でしょ。これに2と1を代入するの。こっちが x 座標、右が y 座標ね。だから x のとこにここに2、 y のとこに1を入れて書き直すと、1イコール、まあ、こっち暗算しちゃおうか。5×2 で5に10ってなるじゃん。1イコール10って右と左同じ数字になってないでしょ。だからこれは通らないの。2の1を。通りませんって。で、これは例えば、う、ね。y イコール2分の 1x。これうね。で、これに代入してみると、y のとこに1。で、ここに2を入れると約分されるから1になって、右辺と左辺が一致するのね。ってことは、2の1を通るんです、うは。こういった感じで全部チェックしてください。入れてみて、右と左、右辺と左辺が同じになるかなって。で、これでチェックしてもらうと、よいしょ。今回、2の1を通るのは、今ね、やったうと、あともう一個、おが通ります。をも代入するとね、ちゃんと一致しますんで。まあ、こういう風にチェックしてください。どこどこを通るっていうものを見つけたいときはね。で、次3番が、原点を通って、しかも右上がりの直線であるものです。右上がり。で、まず、原点って言われてるから比例だよね。で、あと、右上がりっていうのはこっちです。まあ、で、右に行ったら上がってるもの。で、これの右に上がるものと右に下がるものの特徴は、ここ、比例定数って、まあ、数字があるよね。それが、0より大きいとき、つまりプラスの数のときに右に上がります。これが負の数、
ね、0よりちっちゃい時に右に下がっていくんです。だから、今回比例さっきね、あいうかって4つ選びましたけど、その中で比例定数がプラスのもの。で、見ていくと、あが5だよね、プラス。で、うが2分の1でプラス。で、かも3だからプラスなんだよね。いはマイナスだからダメなんだけど、つまり今回の答えは、あと、うと、か。この3つが答えになります。で、最後4番が双曲線のものを選びます。で、これ双曲線言葉覚えてください。これ、まあ、双って双子の双と同じですけど、二つの曲がった線って意味です。二つの曲がった線。だから、つまり反比例のことを言うんです。反比例さっきも言ったように、これとこれがセットです。で、これとこれがセット。つまり、二つの曲がった線のこと。これを双曲線っていう。だから、双曲線、グラフが双曲線だよって言われたら、あ、反比例選べばいいんですねって。で、最初にも確認したように、y イコール、x 分の a が反比例だから、そうなってるものを選ぶと、えと、お。これが双曲線。つまり反比例になっております。まあ、ぜひこんな感じでね、選んでみてください。じゃあ、2番。今度は計算ですね。ちょっと待って、消しちゃうね。よいしょ、行きましょう。で、まず1番が、y は x に反比例し、先に書きましたけど、これ問題の時に、反比例しとか比例しって書いてある。これを必ずチェックする。で、忘れっぽいんだったらシャーペンでぐるぐるって囲ってもいいです。目印があるようにね。で、x が3の時に y がマイナス5であると。で、x と y の関係を式に表しなさいとなってます。で、これはですね、もう反比例って言われたら、あ、OKOK。y イコール x 分の a 使うんだねと。で、他のページでも書いてあると思うんですが、これが元です。反比例は。なんですけど、計算の時、使うと便利なのが、a イコール xy です。これも覚えておきましょう。これ反比例の時だけね。反比例の時しか使えないですけど、これ使うとかなり楽です。計算としては。で、結局、x が3の時に y イコールマイナス5って言われてるから、x と y に代入するんです。そこに。でも、こっち、下で入れてしまえば、a イコール x が3かける y がマイナス5って言ってるから、あ、マイナス15っすね、みたいな。すぐ終わります、こんな感じで。で、a が出てきたので、最後、式をね、書かなきゃいけないから、このね、a のとこにマイナス15を持ってきて、マイナス先に書きます。マイナス x 分の15。これで OK と。こういう風に解いてください。で、2番比例って今度書いてあるから、じゃあこっちは y イコール ax を使うんですねって。で、比例の時はこれ使っちゃダメだよ。a イコール xy 使えないからね。で、まず比例しって書いてあって、x が4の時、y がマイナス6と。で、その後ろに x がマイナス6の時、y の値を求めなさいって書いてあるんですが、まず後ろを無視します。先に書いてある x が4、y がマイナス6っていうのを使って代入してください。先にね。で、代入すると y のとこにマイナス6。で、x のとこに4だから 4a。で、これを解くと、まあ4でね、まずあれか、入れ替えちゃおうか。そういうのがわかりやすいね。4a イコールマイナス6。で、これ割り切れないので、文字にくっついてる数字が下ね、分母。になるから、a イコールマイナス4分の6。約分して、マイナス2分の3と。a がね。で、出てきました。だから、a をまた戻してあげると、y イコール2分の 3x と。こうやって式が出てきたんです。で、さっきの前の問題みたいに、x と y の関係を式に表しなさいだったらこれで丸なの。ここで終わりだった。でも、今回は x がマイナス6の時、y の値求めなさいって言ってるから、式を出した後に、x のとこにマイナス6を代入するんです。ここにね。で、入れると、マイナス2分の3かける、ここにマイナス6と。
で、約分できるから1と3で、マイナス同士なんで y は9、これが答えになります。で、これは今 x がマイナス6の時 y の値って言われたけど、もし y の値が書いてあって x の値を求めなさいって言われても同じです。式を出した後に y のところに代入して、あとは計算して解くと。この流れね、ぜひ覚えてください。よく出てきます。このままテストにね。で、3番が、点 A の4が y イコール x 分の28のグラフ上にあるとき、A の値を求めなさいと。で、これはですね、さっきからちょっと話をしてますけど、そのグラフの上に点があるっていうのは何していいかって代入して OK なんです。必ず。だから、今 y イコール。x 分の28って書いてあるでしょ、まあ、式が書いてあると。で、 A の4っていう点がこれのグラフ上、つまりグラフの上にあるよって、グラフの上にあるっていうことは代入していいよって言ってるんです。だからもう代入しちゃいます、これは。で、 4y のとこに4入れて x のとこに a を入れると、まあ、こう変わります、式が。で、これの解き方は、まあ、いろんな解き方ね、教える先生いるんですけど、自分、分数イコール分数にしたいなってよく言っちゃう人で、どういうことかっていうと、ここね、1分の4じゃん、4っていうのは。で、分数イコール分数になったら、罰掛けって、これも勝手に俺が言ってるだけ。いい？罰掛け、俺が言ってるだけですけど、罰掛けって技があって、ちょっと書き直そうか。1分の4にするでしょ？こうやって、罰に掛け算して OK なんです。だから、こっちの×かけると 4a でしょ。で、こっち掛け算すると28でしょっていう、こういう式を変えていいの。これ、分数イコール分数の時だけね。で、こうなったから、両辺4で割れば a イコール7となって、これをすぐこうやって求めることができます。すごいね。で、4番が、y イコール 3x について x の変域が a から5、 y の変域がマイナス3から b、 その時 a と b の値を求めなさいと。で、これちょっと難しいというか苦手な子が多い問題で、でもこういう風に変域が x も y 両方書いてある時はね、グラフを書きます、ひとまず。で、ちゃんと書かなくていいから、 y イコール 3x でしょ、ちょっとここに書いていこうか。ちょっと板書の幅の関係でちっちゃくなっちゃってごめん、申し訳ないんですけど、これ入ってるかな、大丈夫ね。で、 y イコール 3x 比例なので必ず守んなきゃいけないのは原点を通ること、比例だから。あと3なんで比例定数が右に上がることです。これを右下がりで書いたら、間違います。そこだけ守ってください。まあ大体この辺かなでいいからさ、あとはこんな感じでね。で、これが y イコール 3x だと。で、次にやることが、X の変域が今、A から5なんだよね。これ、変域っていうのは、A から5まで使っていいですよっていうことを言ってます。X が。で、X っていうのはこっちの軸のことなので、A から5。まあ、5はだいたいこの辺って勝手に決めようか。5。でね、A から5って言ってるから、A どこかわからないんですけど、5が右に書いてあるから、A は絶対左に行きます。いい。これを、A をこっちに書くと間違える。こっちね、必ず5より左に来ると。で、まあ、どこでもいい。まあ、どこでもよくないんだけど、まあ、この辺に書いておこうか。A。で、これね、変域っていうのは、場所決めるじゃないですか。そしたら、線にぶつかるように、まあ、下、もしくは上にこうやって、点々点ってやります。で、ぐるぐるってやってください。ぐるぐるって、ぶつかったとこに。で、そっから、はみ出てるところは、これ消さなくていいですよ。慣れるまで消してほしいんですけど、消しちゃいます。こうやって変域っていうのは今 A から5って決めたので、この間のグラフのことしか考えませんよって、これが変域なんです。だから今そこしか使わないのね。で、その時に Y の変域がマイナス3から B なんだって。で、 Y っていうのは縦の軸の方ね、こっちで、マイナス3から B ってことは一番低いところがマイナス3、一番高いところが B って言ってるんです。Y に関しては。でもグラフ見たらわかるように、じゃあここがマイナス3だよね。一番低いんだもん、下になるから。
で、一番上にあるここが B になります。で、グラフを書くと分かるんです。で、こっから何をするかっていうと、ここの座標見て分かるように、 A のマイナス3ってことが分かりました。 A とマイナス3だからね。で、こっちが間違って逆だね、5の B と、こういうことが分かったので、座標が分かって、それが Y イコール 3X の上に乗ってるんだから、あ、じゃあ代入していいんだねと、それ解いて終わりになります。じゃあどっちか、まあ A からいこうか。 A のマイナス3を Y イコール 3X のグラフに代入すると、あ、あと式に代入する。そうするとマイナス3イコール 3A で、これまあ入れ替えてから両辺3で割れば A イコールマイナス1とすぐ求められます。で、今度5の B を代入すると、 Y のとこに B、X のとこに5だから 3×5 となって B イコール3515と、こんな感じでぜひ解いてみてください。まあ、慣れるまではね、グラフを書くとすごくわかりやすいです。よし、じゃあ最後3番ですね。で、3番はもう式が書いてある、グラフが書いてあります。で、反比例、このカーブね、双曲線の反比例と直線 Y イコール 3X が書いてあると。で、Y イコール 3X とその直線上の点 A、 ここですね、ここ A を通る関数 Y イコール X 分の A だから、こっちの反比例の方分かってないんだよね、式が X 分の A と書いてあるのグラフがあると。で、点 A の Y 座標が6の時、 A の値を求めようという問題です。で、これ A がさ、 A ってこっちないね、 Y 座標が6って書いてあるでしょ。で、こういう情報は書き込みます、必ずどんどん書き込んでいくの。だからここ両方分かってないんだけど、こっちが6って言ってくれてるから、こういう書き方をしてください。で、そしたら、ここ埋めたいってなるじゃん、空いてるの気持ち悪いし。で、どう求めるかっていうと、よく見るとこの A っていう点、この直線の上に乗ってますよね。乗ってるってことは代入して OK って話をさっきずっとしてきたので、今こっちしか分かってないんですけど、こっちだけ代入するんです。Y だけ。Y が6だからね。で、この Y イコール 3X の Y に6を代入すると、こうなります。で、入れ替えて両辺3で割ると、X イコール2ってなる。で、これ何求めたかっていうと、6を代入しました。その時 X が2、これつまり X 座標が2っていうことなので、ここが2ってすぐ出せるんです、こうやって。で、これがこうなりました。じゃあ次何するかって、結局ここの A を出したいんだよね、ここで。もちろんここのカーブもそうだし、こっちのカーブも Y イコール X 分の A です。そのカーブ反比例のグラフの上に2の6は乗ってます。だから代入して OK だよね。ごめんね。だから Y イコール X 分の A。これに2の6を代入します。で、やると、もちろんね、反比例って分かってるんで、A イコール X 番の、XY。これ解いても構わないんですけど、今ちょっとね、こっちでやっていこうか。6入れて、2分の A を。で、両辺2をかけると、A イコール12と、これで終了になります。で、さっきから途中でこうやって入れ替えてっていう話をしてるんですけど、これね、例えば、6イコール 3X ってあるじゃないですか。こっちに移行したりこっちに移行したりって符号変わるでしょ、プラスとマイナス変わるじゃないですか。でも右辺と左辺のものを丸々入れ替えるんだったら符号変えなくていいんです。これ覚えておくと便利だから、6イコール 3X をマイナスにしてマイナスにしてとかじゃなくって、入れ替えるから 3X イコール6って入れ替えちゃっていいの。これ OK だから。ただし、このね、入れ替えて OK っていうのをちょっと覚え間違って、例えばどうしようかな、じゃあ5イコール 2X マイナス7みたいなある時に、あ、ちょっとこことここだけ入れ替えたいなみたいな、だから 2X と5だけ入れ替えて、こんな感じ。ここね。こことここを入れ替えたの。これは禁止です。これダメ。ちゃんと右のもの全部と左のもの全部を一気に入れ替えるんだったら符号を変えなくてもいいんです。
これは計算の時に覚えておくとすごく便利なんでね、ぜひ覚えておいてください。ではちょっとね、長くなっちゃって申し訳なかったんですが、今回はね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。でまたね、違うページも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。